足浴は入浴と同等の効果がある？さやさやさん40歳女性、某テレビ番組で足浴が普通の入浴とほぼ同程度の効果が期待できると報道されていましたが本当でしょうか？足浴っていうのは足を温める、バケツみたいなのにお湯を入れてそこに足を入れるだけで5分とか10分とか足を温めるというのが風呂と同等の効果があるんだろうか。テレビのニュースとかを見るときに正しく理解した方がいいと思うけど、間違いなく入浴と足浴が同程度の効果があるとは絶対言ってないと思うんだけどね。睡眠に関してはっていうところが必ずついていたと思うんだな。睡眠に関して言うと足浴は通常の入浴とほぼ同程度の効果が期待できるということが言われている。これはなぜかというと、スタンフォード大学の西野教授がおっしゃるには、90分前入浴、寝る90分前にお風呂から上がると体から気化熱が出て体温が1度ぐらい下がって、体温が1度下がるとものすごく睡眠に入りやすいということが言われているね。体温の減少っていう部分で見ると足浴でもほぼ同程度の効果が出るということが言われています。寝る前90分前足浴するとそこから気化熱で奪われていくので、お風呂に近いような体温効果が得られる、睡眠に対して良い効果が得られるということが言えるのでござる。ということで、体の疲れが取れるかどうかということに関してはまた別の話になってきて、体と疲れが同じ、足だけで肩の疲れとか取れたらそれ大変なことだからね。それね、そんなすごいことがあるはずがないので、だから睡眠に対しては入浴とかなり近い足浴の効果が得られる。お風呂入った方が体の全身の疲れも良くなるし、血流も良くなるし、また体の汚れも落ちやすいということで、もちろんそっちの方が気持ちいいです。なのでその方がいいんだけども、まあ時間がないとかいろいろあると思うし、足浴がおすすめなのは介護入浴とかをするお年寄り。なぜかというと、いわゆる夜中に起きて徘徊したり歩き回ったり、認知症の専門といって暴れ出したり、あるいは夜眠れないといって騒いだりする、この認知症のお年寄りの人とかいるんだけども、足浴すると意外とストーンって深い睡眠に入るので、夜中にそういうこともなく朝までぐっすり眠れるということがある。なので、まあそういうご高齢の方とかヘルパーさんが来ないとお風呂に入れないような人でも、バケツにお湯入れておじいちゃんおばあちゃん足入れてあげれば、それだけでお風呂代わりになってぐっすり眠れて夜中も起きないで介護する方も楽だよっていうこともあるので、普通の人はお風呂に入れなければシャワー浴びるってこともできると思うけども、介護とかして夜中に起きて大変という人は絶対今日の話というのは知っておくと楽になるのではないだろうかということで、足浴と入浴の効果が同じはずがないけども、睡眠に関してはかなり近いぞということは覚えておいて損はないぞ。今日の動画はいかがでしたか？あなたの感想をコメント欄に書いてみよう。アウトプットで記憶に定着する。